スパはい、アミノサウルスの先ほどです、この度、YouTube チャンネルを始めることになりました、まあ、私の経歴としては、2013年の大阪マラソン初フルマラソンで、4時間半で走った後ですね、続けることがになりまして、まあ、本当に一番最初走った時はもう一生走りたくないわと思ったんですけども、まあ、今、6年目ランナー6年目になりまして、今2時間31分で走っております。私のあのランニングライフというのは、まああの月ですね230キロぐらいを目標に走っております。で、まあ1日約最大でも仕事終わってから約10キロぐらいで、その10キロの中の内容は1キロ4分で走ってラスト2キロちょっと早めに走るとか、1回に対してちょっと若干負荷がかかるような練習が多いです。で、その中で週2回の、筋トレ、体幹トレーニングなど、取り入れてやっております。大会は、まあ、基本的に国内の大会をベースにしてますが、基本的には、数走ってで強く、なれるような形で考えて、出場しております。海外マラソンは、年に2回ほどで、約、まあ、国内マラソンで行けば、ハーフも合わせると大体10から15本ぐらい、走ってまして、まあ、年間で約20本弱の大会に出ることで、モチベーションも高めれて、で、結果につながっている感じになってます。マラソンをやってて良、かったなって思うことが、まあ、何点かあります。まあ、一つはやっぱりその、まあ、だらしないってちょっと大げさですけど、すごいこう何事にもマラソンやることで、きちっとで時間もすごいこう厳しく時間通りに動けることとか、あとは走ることで、精神的にすごい鍛えられて、でかっこいい30代40代になりたいっていう思いが強くなって、で体重制限とかもいろいろ、食事もいろいろ考えれることで、今、まあ、体脂肪も、10% 前後で、いい体作りができてるんじゃないかなと思います。アミノサウルス先元のアミノサウルスとは何やっていうことなんですけども、まあ、アミノサウルスというのは、私がランナー、3年目でですね、いろいろそのサプリメントをこういろんなサプリメントを飲んでる中で、なんかちょっとしっくりこなくてですね、自分でなんか考えたものを飲めるようにできないかっていうことで、開発させていただいたのがこちらのアミノサウルスというブランドになります。このアミノサウルスも私もずっとこう飲み続けて、約4年なんですけども、本当に良い、トレーニングも詰めて、今ここまで来ましたということで、皆さんに本当にお勧めできるものでありますので、まあ、そちらもぜひホームページとかを見ていただいて、一度お試しいただければと思います。まあ、このチャンネルを見ていただいて、まあ、このマラソンとかジョギングとか、そういったところのそのシェアを広げたいっていう気持ちももちろんありまして、で、本当に一人でもできるスポーツがマラソンなんじゃないかなと思ってます。で、この、番組を通して、皆さんのその一日の内容の濃い一日を過ごしていただくと同時にですね、タイムとか、そのモチベーションにつながるようなことに、ちょっとでも協力できたらなと思いまして、皆さんに発信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。一応目標はですね、10万人登録を目標にしておりますので、内容の濃いチャンネルを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひよろしくお願いします。